どうも、エルカギのエルグダです。はい、どうも、デロヤンチです。ということでね、はい、今日なんか産経新聞かなんかのニュース記事かな。はい、なんかバレンタインデーとはいえども、はい、下着やネクタイをあげるといったそういう多様化が、うん、進んでいるなんていうニュースもあるんですけれども。いやいや、めちゃめちゃ前からやってないですよね。そうでしたか。ネクタイとかよく聞いてますよ、昔から。まあ、悔しいもんでね。なかなかそう、いろんなものをもらえるほどの人間ではないもので。なるほど。残念でした、ね。まあ、とはいえね、はい、いろいろいただくこともあるという。はい、表に出る人間であるという。今日は私あれですよ、ラーメン屋のクーポンでね、はい、バレンタインフェアっていうです、ね、すごい。そんなんですか、ラーメン屋の、はい、でクーポンがね来たんですよ、スクラッチを、削ってください、はいはいはい、削りましたよ。ありますよね、そういうの。見事1位のラーメン1杯無料当たり。ああ、すごいですね。最高のバレンタインでございます。俺さ、なんか薬局、よく行く薬局でさ、まあその会員証がこの携帯にあるんだけどさ、はい、うん、そのクーポンのスクラッチまでさ、全部ジジイが全部タッチ勝手にやるのね。最悪で、最悪やん。俺もそのジジイだからあんま触んないでみたいのも、ちょっとその差別かなと思って、すごいいつも我慢してるんだけど。押すなって言うよ、俺が押すわ。そういうことですね。いや、でもね、どうせ麺大盛りでしょと、三等のと思った時の一杯ラーメン無料で、一杯すごいよね。飛び跳ねたんだもん。ね、嬉しかった。チョコレートね、入れて溶かしても美味しいかもしれませんけれども、今日ですね、ハッピーバレンタイン、いつもありがとう、大好きだよ、よしよし、ポンポンって言って、このカメラに向かってこうやってる、その画像をですね、ヒッキー北風さんがアップしているということで、好き嫌い生理的に無理のおなじみのヒッキー北風さんが、本当に生理的に煽ってきますね。いやいや、バレンタインツイートをされてるということなんですけれども、昨日はですね、この方ですね、岸信千代さんという、安倍晋三さんの親戚の方ですか、が、動物くんだね。ね、これなんかホームページに制作とか書かないで自分の家系図だけを載せていたということで。すごいな。で、これがすごいなですね、ラサール石井さんが、まあ、ちょっとこう批判というか、もう、まあ、書いたところ、いや、お前の芸名出身校もどうなんだというブーメランが回ってきたという。なるほどね。で、昨日僕らライブやった時に、今日の感想ツイートをハッシュタグラサール石井でつぶやいてくださいっていう、僕がちょっとボケで言って、で、なんかわちゃわちゃ喋ってて、こんだけコンビ組んでて初めて、いや、お前もデロリアン勝手に名乗ってるよなみたいなくだりやったじゃないですか。昨日のライブの感想ですね、ハッシュタグラサール、ハッシュタグデロリアンでつぶやいてくださってる方がいらっしゃるという。やめろよ、ということでございます。やめろよ。だから入れ食いやっちゃったらごめんな。ラサール林とデロリアン石井みたいなやつだから。やめろよ。じゃあもう林修みたいになってきちゃうから。やめろよ。ということで、まあ一応函館にもラサールある。ラサールいろんなところにね、あると思うんですけど。2個ぐらいしかないんだよ。あ、そうなの？そんな多くはないね。あ、そうなんだ。なんか全国にあるのかなと、勝手に思ってましたけど。博士ラサール。で、ラサール石井さんって俺全然知らなかったんだけど、奥さん32歳年下だって。うわ、知ってた？いや、知らなかった。今67歳なんで、奥様が35歳。俺より年下だよ。俺らよりね。わ、クソロリコンやん。いや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 。ベラボーのロリコンやん。それは古いよ。それ古いよ。ロリロリじゃん。いいんだよ別に。加藤茶とかいっぱいいるんだから、そんなこと。いやいやいや、ロリコンとは言わないでしょ。びっくりするわ。違うでしょ。あ、そう、違います。奥さんがジジイ好きなだけでしょ。違うわ。そう、そう、お前は止めないと。俺はお前を止めてんだから一回ね。そういうことなんですけども、ラザーさんは再婚ということで、元気の源は、若い嫁となんかの会見で言ったみたいな。ちょっと気抜かれてはいるんですが、俺はもうパンパンですよ。いやいやいや、パンパンやで。ね、ということでございます。はい、そしてですね、これもたまたまツイッター持ってきたんですけど、はい、最近若い子がみんな同じ顔に見えてきたっていうのですね。ザ・タッチの和也さんが付き合っているということで。いや、もう時間差で気づいたんですよ。うん、いや、お前らが一番同じ顔に見えるだろうっていう。これまだいけるんですよね、双子大喜利。まだいけるんだね。まだ無限にあるんですか。日々考えてんだな。ね、ホリプロの大宅なんてね、一部では言われてるとか。いや、抜かれてる。言われてないとか。抜かれてる。どっちがどう抜いてるのかもちょっと抜かれてるやん。わからないんですけども、そして昨日はね、あれね、深田栄美さんという方もそういうのに入っていて、この間セクシー女優知ってました。俺はちょっと知らなかったね。いやいや、ね、すごいすごい、あの特徴全然知らない人の。知ってます。この方が2月12日に
デート代は男性が女性に出してあげてほしいと、つぶやいたところ、まあ、ちょっと炎上してしまったと、はいはい、デート代なんで男が払わなくちゃいけないのって言葉と言及、うん、女性はそのデートのために準備して洋服メイク美容代も入ってると思う全部安くない、うん、リップだってブランドなら4000円はすると綴る可愛いって言ってほしくてそのためにすごく早起きして準備してると、努力する女性側の意見を代弁し、はい、もちろん炎上してしまったんですかね、はいはい、それが、削除になったんですが、うん、それが1日明けて今日ですかね、はい、深田由美さんが謝罪動画の方と何でそれは謝罪動画とかいらんてアップして、したんですが、なんか一緒に出てる、YouTuber 音楽ユニットレペゼンフォックスの DJ マルさんトラックメーカーの千葉にゃんさんも一緒に頭を下げ、はい、深田さんはコンセプトカフェで酔っ払ってツイートしてしまったと釈明ということで、はい、なんかそういう話をしてたんですって、はい、そういう話をしてたね、でちょっと熱くなっちゃってバーって気づいてノリでツイートしてしまったと。あ、なるほどね。ただしこの DJ 丸さんはですね、基本的に僕は深田さんと同意見です、男が出すべきと持論を展開、はいはい、僕はエミさんにおごりますカッコつけたいんで、はい、そんぐらい出せ男と発言、はいはい、みたいな、うん、YouTube が上がってるということで、概要欄にちょっと貼り付けておきますんで、はい、ぜひ見ていただきたい。すぐ乗るね乗っかるね、すぐね、まあ、乗っかる、やっぱ そういう嗅覚があるんだね、こういう、まあ一緒にやってんのかね、普段からね、 YouTube、 エイミって言ってるぐらいだからそうなんじゃないですかね、そしてですね、ドリカムの中村雅人さんがですね、はいはいはい、なんとこれツイートをやっているんですね。あ、やってるんだ、で、ドリカムが昭和のっぽいってよく言われるそうなんですよ。ドリカム、うん、昭和のアーティストみたいな。あ、それに対して中村雅人さんがドリカムが昭和のアーティストと言われるのが嫌とか嫌じゃないとかじゃなくて、うん、定期ではっきりさせておこう、うん、ドリカムは平成元年デビュー昭和じゃん、もうほぼ昭和の活動期間は昭和の匂いしてる。平成から令和現在に至る、すごいね。昭和っぽいという意見に対しデビューは平成と強調した。とはいえ俺の心も体もギャグもベース演奏スタイルも2ステップも腰の振り方も MC もガチガチの昭和でできてると冗談交じりに綴った。平和な、平和なつですね、ということで、はい、ドリカムはでも俺個人的には平成っぽいって思うかな。昭和っぽいって思わない、ね、思わない。やっぱ平成を代表する歌姫っていう感じがしますね。うん、そうだね。逆に平成だね。自分が昭和の時の記憶があんまないもんで、昭和っぽいがよくわからんわ。昭もう物心ついた時平成なんからさ。あ、はいはいはい、ちょっとあんまわかんないね、昭和っぽいって言ったこともあんまないかな。ぽいってね。うん、でもひょうきん族思い出した、やっぱあれは昭和っぽいな。俺たちひょうきん族ね、うん。俺もそれも再放送でしか。仮面変ライダー見たことないかな。ああ、やっぱ今見たら昭和っぽいな。ね。今みんなゲームやるからな。あ、そしてこちらですね、久本雅美さんが人助けを拒否され苦笑い、階段を上がる高齢者に声をかけるところも結構ですと言われたということで、なんか何でもそれ、大阪松竹座での舞台にの制作発表会が行われ、はい、久本さんやラサール石井さんなどが出席、うん、で、これはですね、近所の人たちに知恵に長けたおばあさんがおせっかいに首を突っ込みいろいろ解決していく物語、今回設定を大阪にして舞台化される、口うるさくておせっかいな緑を演じる久本さん、緑さん、はい、役に似ている部分は困ってる人はほっとけない、思わず大丈夫ですか、手伝いましょうかと声が出てしまうと告白、以前おばあちゃんがたくさん荷物を持って階段を上がっていったので手伝いましょうかと言ったら怪しい人間だと間違えられて結構ですと断られた、そういうところが似ているかなと苦笑いをした。ああ、緑というのはそういうこと、ということなんですけど、はい、ねえ、なんで読んだの、いやいやいや、なんで読んだの、失礼な、なんでそれ読んだんだ、ニュースだからだろ、いやいやいや、なんでそれをわざわざ昨日のニュースだからだろ、なんでわざわざそれ取ったんだ、ね、おかしいだろ。いや、なんかこう微笑ましいニュースってやつ、ね、そうなの、まあ微笑ましい、でも、たまにこういうの読むとやっぱ面白いよねいやいやいや、面白くない、いやいや、これ同意は俺はちょっと控えさせて、あと返事は控えさせて、久本さんすげえなって思ったのが、はい、この前その我が母の冷蔵庫マンさんと久々にお会いして、久本さんの話になった時に今舞台すげえやってんだよっていう、ああこれが時に俺すげえかっけえなっていうか、
なんかメレンゲの気持ちでね、僕らも6年半ぐらい毎月やらせてもらってたけど、結構長い付き合いでしたね。ね、いや長い付き合い、あっちは付き合いって言うほど付き合ったことねえよお前、飯も食ったことねえしやな、長い付き合いでした。俺がお前頼まれてるのに単独ライブの DVD 勝手に渡しただけだお前でそういう話ですけど、まあ久野さんが舞台を精力的にやってるって俺なんか感動しちゃってね。ああ、うん、はいはいはい、なんかかっこいいな。でもすごいよね、だって休んでたって言い訳じゃない、そのメレンゲは終わっちゃって、で今秘密の刑務所とかね、いろいろ忙しいと思うけど、まあ前よりもしかしたら少し時間できたのかなみたいな。そうだね、もっとゆっくり温泉でも入ってほしい。いや温泉は入ってる上だと思うけど、ね、たくさん温泉入ってほしいね。ねえ、ということでございます。ユタボン親子が2ヶ月経過も一切進展なし、うん、スタディー号150万円のも購入申し込み者が明かすずさんな対応というです、ね、この怪しげなニュースはですね、これはね、はい、今後読まないで読まないでいこうかなと。全然読まなくていい。スタディー号ってたまに言いたいですね、言っとかないといい。お前がデロリアンやりながら俺はスタディー上田にしようかって思った時はある。俺だって乗り物にしたいなと、うん、いやそれだとまたちょっと違うけどね、なんか林修の呼びスタディー、結局林修の呪縛から俺は逃れられないんだ、ね。まずそんなとこでございますね、うん、ちょっと寒い日が続きます。皆さんね、はい、体だけご自愛いただきたいと、そんなに思っております、はい、ね、はい、といったところでまたお聞きください。お願いします。